面白い出方ですね、これ。どうもマイクが。ですね、飯田川に向かってます。今これね、名神の工事をやってるようです。今日はスカイウェーブで出てきています。昨日ですね、念のためにバッテリーチェックしたら上がってました。なので昨日の晩から充電をして、今朝エンジンはなんとかかかったという状態です。新しいバッテリーをですね、そろそろ変えないといけないのかなということで、まあ、考えています。ちょっと新名神の工事にトラックがいっぱいですけども、そして、ナビの方もですね、ヤフーナビ、今日はちゃんと iPhone の方再起動して、やってきました。今のところ正常に動いています。林道っぽいところをですね、走りたいなと思ってまして、まあ、スカイウェブを選択してるんですけども、さあ何があるのかちょっとよく分かりません。両部岩というものが一応近くにあって、そこから脇道に入っていくと、そうするとですね、ワクワクするような道がですねありそうということなので、行ってみたいと思います。本当に気持ちいいです。トラックのワンサカってですね、来てますね。お仕事ご苦労様です。まあ新名神ができて、私の住んでいる宝塚周辺、道が止まらなくなればいいなと思っています。長いこと乗ってなかったので、ちょっと記憶がないぐらいちょっと問題乗ってないんですけど、2週間でバッテリーが下手くそになったのは、どうなんでしょうね。やっぱり交換した方がいいのかな。優しく井川のマルチカム、2つだけ、グラブ、チェストとヘルメットで、でやはり音声はですね、カメラではちょっと拾いが悪いので別撮り、 IC レコーダーで別撮りということで、もうちょっと行くとですね、道の駅側ですね、で私の出没地点といいますか、よく行く場所、道の駅側ですね。まあ、このまま、林道があるかもしれない方向へ向かっていきたいと思います。ちょっとですね、全く動
どこなのかなっていう感じです。あんまり車もしてなくて、ね、このまま緑の多い山の道であれば、気持ちいいですね。これは間違えた。お前自動販売機。ナビがおかしくなったと迷いました。ナビがおかしい、ナビもおかしいし私もおかしい。ここなんかわかんないけど、ウィンドウではないので注意が必要ですね。こっち側は十分になってないんですね。
りあえず今日はこの辺までを目指してたんですけど、とりあえずなんとなくこっちをまっすぐ行くと抜け出せそうな感じがする、抜け出そうな感じ。休憩します。また見てや、ほなさいなら。